ミュージシャン？ミュージシャンってさ、普段突っ立って歌ってるだけの連中でしょ。あいつら普段動いてないんだから運動できるわけないっしょ。うちら芸人はさ、普段動いてんだからさ、運動神経いいに決まってるやろ。だからうちら芸人が必ず勝ちます。うわーただ流れるだけ、何も覚えてることはなく。何？芸人？潰すよ。スタジオサンチーク所属のアーティスト？知らねえな。どうせ誰も売れてねえんだろ。うちらネバーギブアップ地上波出てっから。全員まとめてかかってこいや。若手芸人知らねえな。野球親父をなめんなよ。かかってきなさい。アーティストだか歌手だかなんだか知らないけど、フェアリーたち妖精にはそんなもの通用しないんだから。私たちの魔法で星の彼方までぶっ飛ばしてあげるから格好しなさいよ。フェアリー。第117教育大大卒業井上芳雄であります。お前上がりない。フェアリーどうもフェアリーシモのハトコの旦那のいとこの妹の弟の嫁の知人のフェアリーポルです。サンチークの皆様おフェアリーいたします。フェアリーおフェアフェアフェアおフェアフェア若手お笑い芸人どうせケツの青い青二歳だろうがよ。ベテラン MC がお尻ペンペンしてやんよ。おいかかってこい。サンチークのアーティストだかなんだか知らないけど、こっち現役でプロレスラー10年やってるんで、絶対当日逃げんじゃねえぞ。ビクトリー。お笑い芸人と運動会、僕爆笑オンエアバトルのエンディング歌ってるんですよ。あのエンディングが流れる時ってオフエアになった芸人たちがとぼとぼ帰ってる時なんですよね。今日またそのエンディング聞かせてやりますよ。